皆さんこんばんは、ギターマン竹下敦です、結構好評な誰にでも弾けるシリーズ、特にその中でも好評な誰にでも弾けるシリーズを学ぶ、前回まではね、なんとかかんとかごまかしちゃってうまく弾く方法を伝授しました。今回はですね、リズムに乗る、こういうね、もう音楽やっぱリズム感ですから、皆さんもご一緒にいきますよ。はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。という感じで、はい、もうこういうね、で特にこの中で重要なのは、実は広島モナムールは1、2、3、4、2、2、3、4なんで裏から入りますから、これは1、2、3、4、2、2、3、4、一拍目で入っちゃうと最後までつじつまが合わないんです。1、2、3、4、2、2、3、4、チャーンルルなんですよ。これでバッチリです。女子に受けます。はい、特にね、あの早い部分よりもこっちの方が女子に受けます。こっちを練習しましょう。はい、でこの時あんまり女子をガン見しない。よくギター弾きながらこう女子どうだ顔するし、男子いるんですけど、あれね、あんまり哀愁漂わないんで、別に哀愁漂わす必要あるのかどうかわかんないですけど、ちょっと目をね、斜め45度ぐらいこっち見ながら、こういう感じでこういうちょっとこういう感じのオーラを出しながら弾くと、女子受けがいいです。はい、女子にモテなくてギターを始めた男性の皆さん、諸君、僕のレッスンを受けるはね、女子受けします。ちなみに僕のギター女子受けしません、ごめんなさい。はい、ということでね、今回使用したギターはこちら、フェンダーメキシコなんですよ。これ最近のフェンダーメキシコめちゃめちゃいいですよ。これチャーさんも言ってましたけどね、フェンダーメキシコがねいいんですよ。品質がいい、まず品質がね、木がいいのと、あとね、同じ値段だとフェンダーアメリカとフェンダーメキシコだと圧倒的にフェンダーメキシコの方がいいものが買えるんですよ。フェンダー USA ってね、意外と高いで、ストラトってそもそもそんなに高い楽器じゃないんで、30万も40万も出して買う楽器じゃないですよ。こうネックとかジョイントだしね。だからね、やっぱりね、フェンダーメキシコって結構リーズナブルでもね、すっごいよくできてるんですよ。このギターすっごいよくできたものも、これでこの値段っていうくらいよくできてるんですよ。でしかもこれね、ピックアップがね、ノイズキャンセリング入ってるんですよ。だから今聞いても、今も全然ノイズ出てないでしょ。ボリューム上げてるのにですよ、ボリューム絞るの忘れちゃうんですよね、たまに。ぐらいノイズキャンセリングしてくれるんです。これはね、本当にいいギターです。フェンダーメキシコ、おすすめの一品です。なかなか手に入らないと思いますけど、
まめに探せばね、フェンダーメキシコね、結構いい個体見つけられますから。やっぱりね、楽器ってばらつきがあるんで、あのパッとひらめいたらね、もう頑張って買っちゃうのが一番です。はい。ではもう後からね、後から頑張ってあのいっぱいお仕事して、はい。という感じで、今回お届けしたのはね、誰にでも弾ける広島モナムールでした。はい。そして僕のとっても気に入ってるね、もう大事なもうフェンダーメキシコストラトキャスターでした。それではね、また次の誰にでも弾けるシリーズをお楽しみ。竹下敦がお送りいたしました。はい、女子に受けたくて、フラチの心でギターを始めた皆さん、そんな感じでいいんですよ、ギターは。それではまたお会いしましょう。